あ、人造人間最高ショッカーでもなんか野獣先輩みたいだけど大丈夫あれなんか野獣先輩みたいだけど気のせい、うん、人造人間オイル塗ろっかオイル塗らないで最悪だよ罠仕掛けてくるタイプじゃん罠仕掛けてくるよさーってこいつなんか麦茶かなんかの中になんかさーって白い粉溶かしてくるだろうこいつ罠破壊しないだろこいつオイル塗ろっかさ藤井君気をつけろ立ちましょう早口言葉すぎる藤井君気をつけろオイルを塗られてしまうはい、いいっすねはい、いいですねあ、やばい藤井君オイル塗られちゃうまた開かれちゃうって藤井君オイル塗られちゃう消えた掴んでいけ藤井君長澤君ほっといてくれよ僕はホモなんだよ藤井君のリバーサルいけ何消えただがブレイクさせてもらうよ藤井君いいぞいいぞ藤井君藤井君長澤君僕の攻撃を見せてあげるよ藤井君がオイルのロッカーと互角に渡り合ってるあ藤井君オイル塗られちゃうよさあ全身オイルまみれ脱がされたか藤木くんまずい藤木くん服を脱がされたのかいやばい藤木くん服を脱がされてオイルが塗られてしまうまずい藤木くんやばいオイル塗ろっか出てくるやばい先輩まずいですよ先輩まずいですよやばいよ世界の藤木行きます世界の藤木靴当たらねえ世界の藤木参りますやってくれたの先輩やばいなんでこいつら裸で戦ってんだやばい先輩やめてください先輩先輩藤木行けあ、やばい野獣の魔の手が脱がされたズボンも脱がされた先輩やばい野獣の魔の手が藤木君にまだ小学3年生なんですよ先輩まずいですよやばいよあし2人は幸せなキスをして終了しましたいや最後は汚すぎるだろ先輩のアップ助からないからはい、先生兄貴たちはありがとうございました。本日も。じゃあ今日はこれにて終了。最後が汚い。